サターンを熱くする仕掛け人たち。東京郊外の高級住宅地をアジトとするのはデジタルピンボールという新しいジャンルを確立したハゼ。ピンボール一筋で勝負する代表取締役プロデューサー川添さんのこだわりとは。3年ぐらい前ですかね。古いの見つけてきて、これからレストアに入るんですよ。別にね、これ遊べないわけじゃないですか。でもね、もうここにあるっていうだけで幸せな気分になれるんですよ。そういう面で言うと、どういうところが大変かってことですか。それはね、恐ろしくシンプルなんですね。弾を弾いて、で落ちてきたのを弾き返すっていうだけじゃないですか。でこの中にごまかしようがないんですよ、あまりにもシンプルで。でそのごまかしようのないシンプルの中に、深みっていう部分を加えていかなきゃいけないじゃないですか。ですから複雑なことをやるとですね、複雑なことを一つずつ達成したっていうことでなんかごまかせちゃうんですね。ごまかしようがないんですよ、シンプルで。ですから似たものを作ることはたやすくできるのかもしれないんですけども、おそらく全く異質のものになっちゃうわけですね。ですからおそらく実機っていうのは今世紀中にほとんど消滅するんじゃないかっていうふうに考えてるんですよ。こういう機械式のものに関しては心配しなくても大丈夫ですよ。うちがですね、業務用のもの、フルデジタルの業務用のピンボールを今開発してますんで。それはもうどっかにあるんですか。いえいえ、まだ今開発中なんですけれども。トップシークレットの開発室にカメラをちょっとだけ入らせてもらった。でこの辺りはプログラマーがプログラミングするブースなんですけど、こっちの方はちょっとまだ まずいんですよ。こだわりの風、次はどんなゲームで僕らを楽しませてくれるのか。
風、デジタルピンボールゲームラストグラデュエーターズバージョン 9.7 発売。カタクナナまでに、見た目を変えずに、見えない部分を進化し続けるっていうような位置づけのゲームがあってもいいんじゃないか。まず弾のアルゴリズムが全く違う設計のものになってます。自動車でいうと、それまで乗ってたのと全く一から開発されたエンジンが乗っかっちゃうわけですよ。ちょっとやっていくうちに、嫌がおうでもこうどんどん達成していくとですね、あ、これって実はストーリーっていうものがピンボールにはあったんだっていうことが分かってくるわけですよ。だけど、普通のそのロールプレイングのようにですね、手取り足取り考えなくてもどんどんストーリーを見せられるというか聞かされるってもんじゃなくて、イマジネーションが必要になってくるんですね。そのストーリーっていうのを自分なりに解釈していくっていうところに、そこがすごく不自由なところなんですけど、逆にこう全てを与えられるってもの以上に広がっていくんですかね、世界が。